起立、礼、着席。え、3人とも何してるの？あ、いいところに来たね。青も一緒にどう？勉強会。勉強会？はい。こんな時に心配することじゃないかもしれないんですけど、私たち勉強しなくていいんでしょうか？そう思ったら不安になってしまって。それでお勉強が得意なひなこちゃんと一緒に勉強会しようってことになったんだよね。そうなんだ。事情は分かったけど、なんでわざわざ号令をかけてるんだろう。私は苦手な数学を頑張るつもり。私は国語にしようかなと思ってます。私は英語かな。青はどの教科にする？っていつの間にか参加が決定してるし。私は志保さんと国語の勉強がしたい。いいですよ。でも教科書が一つしかないから一緒に見ることになりますけど、いいですか？もちろん、よろしくお願いします。志保さんって国語得意なんだね。どうしたらそんなにできるようになるの？特別なことはしてないんですけど、強いて言うなら読書が趣味だからかもしれません。コーヒーをゆっくり飲みながらページをめくるのが好きなんです。あー、なんだか大人の時間の使い方だね。気になるなら星崎さんも今度ご一緒しませんか？コーヒーに志保さんの手作りお菓子もつけてくれる？特別ですよ。よし、そろそろ休憩しようか。はあ、疲れた。ひなこちゃんがいなかったらもっと早くリタイアしてたかも。ひなこ？いや、こういうの悪くないなって。私バレエをやめてから勉強くらいしかすることがなかったから。勉強は得意だけど好きでもなかったんだよね。ひなこさん。でもさ、そのおかげで今こうやってみんなに勉強を教えられる。そう思えばバレエをやめたからって何もかも投げ出さなくてよかったよ。私が知らなかっただけで、この世には無駄なことなんて何もないのかも。なんてね。技名選手権、実況は金城勇気が担当いたします。解説には前回王者星崎青さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてトップバッターは平原日和選手です。いきます。スーパーライトニングゲイボルグサンダー。
たすら雷っぽい言葉を並べたこの作品、いかがでしょう星崎さん。うん、シンプルながら強さを感じるいい技だと思いますよ。では次はうつぼ心選手です。いきます。必殺心アタック。これは可愛らしいですね。ええ、恥代もむしろ味と言えるでしょう。では次は久野キララ選手。いきます。星は空、花は地、我すべてを砕くもの、メカ流奥義、真天地快楽。これは久野選手の真骨頂ともいえる純和風な仕上がりですね。そうですね、さすが今大会優勝候補といえるでしょう。次は金城優希選手、お願いします。え、私もやるの？俺にこの技を使わせるなよな。チュエンド。ノリノリじゃん。さて、選手すべて出揃いました。星崎さん、判定をお願いします。優勝は久野キララ。分かってはいた。やはり長年の経験は伊達じゃない。今後とも磨き続けていく所存。やっぱキララは貫禄が違うな。ところで、前回優勝者によるセレモニー技はないのか？欲しがり屋さんだな。行くよ、うん、リデンプション。あ、皆さん、そろそろ休憩に。作れそうなものは、映える配置はっと。賑やかになりましたね。すごいです。そうだな。いえ、すみません、今忙しいですか？聞いてほしいことがあって。ううん、暇暇。どっか移動しよっか。聞いてほしいことって何？あの、私このままでいいんでしょうか？なんかこう、修行したりして特別な力を身につけるとか。なんでそう思ったの？外の世界が大変なことになってるのに、私何も力に慣れてなくて、普通を積み重ねるとかそんなこと言ってる場合じゃ。場合だよ。私
志保さんがああ言ってくれたおかげで自信が持てるようになったんだよ。普通な自分でも普通な毎日を続けることに意味があるかもって。それに志保さんの普通さにも救われてた。え？こんな世界に飛ばされていろいろあってもさ、志保さんはいつも通りに振る舞っていつも通りの毎日を守ろうとしてくれてたじゃん。それがすごくホッとしたんだ。だから志保さん、一緒に頑張ろうよ。普通の毎日を続けるために。やめることはいつでもできるんだからさ。私の言うことは信じられない？そんなことないです。ならよかった。ありがとうございます。もう少し頑張ってみます。星崎さんのこと、もっと知りたいです。何を作ろうかな。やったー！完成！やったね！ありがとう！材料は揃ってるかな。どんなレイアウトがいいかな。後で行ってみようっと。これはひまわり畑？私たちの町の近くにあったんだよ。思い出の場所か。いいね。そういえばあそこであの子と会ったわね。しないでくださいよ。今は戦う気なんてないんですから。それじゃあここで何してるの？私、わからないことがあるの嫌いなんですよね。特に自分の気持ちがわからないとか、ふざけんなって感じで。だからこれ根絶やしにしてやろうと思ったんですが。なんでなんですかね。
駒側は打った。あなた方はどちら様でしょうか。それにここは一体。え？あなた駒川うたよね。はい、私の名前は駒川うたです。でもそれ以外は思い出せなくて。すみません、何か事情はご存知ありませんでしょうか。これはなんだか雰囲気が違うよね。記憶がないから。とりあえずみんなを呼ぶね。ここが駒川宇多さん。外見は間違いなく駒川さんそのものなんですが、なんだか聞いていた話と違うような。日和たちの心トープで見た喋り方とも全然違う気がする。そうなんだよね。すごいおとなしいよね。記憶をなくしたことで性格まで変わっちゃったのかな。そうやって油断を誘っているだけかも。何も覚えてないのにそんなことする。わからないけど、もし聞いていたような人ならありえなくはないんじゃ。どうする、記憶を取り戻させちゃっていいのかな。この世界のことは説明せざるを得ないとしても、一旦もともとのウタさんのことは伏せておこう。しばらく様子を見た方がいいと思う。ごめんなさい駒川さん、何から話すかちょっと相談してたんだ。まずはこの世界のことを説明するね。こうして見る限りそんな危険な人には見えないけど、後で話しかけていろいろ探りを入れてみよう。ウタさん、どう？はい、
ちょ、いえ、教えていただきました。図書室がキララのおすすめ、絶好のお昼寝スポット。久野さんらしいですね。私も図書室はおすすめです。特に夕方は西日で染まっていい雰囲気になりますよ。はあ、そうですか。ありがとうございます。あれ、あんまり刺さらなかった？いえ、そのはい、すみません、よくわかりませんでした。図書室なら本を読めればそれでいいのではないでしょうか。まあ図書室だからね。その通りっちゃその通りだけど、せっかくなら自分が楽しめるように時間を過ごした方がいいなって私は思います。キララは使い方ちょっと違うけどね。図書室では本を読まなきゃいけないという決まりはない。これでもキララ図書委員をやってた。図書委員が言うのだから図書室では寝てもオッケー。それでいいのか図書委員。そうですね、そういうものですよね。今度図書室にも寄ってみます。それでは皆さん、案内ありがとうございました。私たちの話つまらなかったでしょうか。いや、すごく真面目なのかも。キララはどっちも違うと思う。歌は
人の気持ちがわからないのかもしれない。え？記憶をなくす前の歌は人の気持ちなんて何も考えてないような。分かったとしても共感なんてしない、そんな人間だった。人の気持ちがわからないか。うたさん。星崎さん、どうかされましたか？いや、座ってるのが見えたから。どう？この世界は。はい、最初は不安でしたが、どうにかやっていけそうです。よかった。あの、ん？私の記憶は戻るのでしょうか？他の皆さんはもうほとんど記憶を取り戻していらっしゃるみたいでした。何か方法があるんですよね？あるにはあるんだけど。私、記憶を取り戻したいです。ずっと胸に大きな穴が開いたような感覚なんです。私が私じゃないみたいな、自分なのに別人の人生を見ているような、そんな感覚があるんです。ウタさん、だから私。嘘、何のきっかけもなしに。みんなに相談させてくれるかな。はい、星崎さん。ですが。そうだな。そうだ。なるほど。うんうん。どう？いや。
失礼します。ありがとうございます。星崎さん、そうだな、なるほど。どう？はい。おそらくだけど、ウタは過去に大きな事件があって、それをきっかけに性格を変化させたのだと思う。ウタはその大きな事件を忘れてしまったから、性格も変化する前に戻っている。駒川さん、いえ、ウタは危険な思想を持つ人物だった。痛みを愛する歪んだ性格になったきっかけ、
それを思い出せば彼女は元の歌に戻るでしょうね。本当に大丈夫なの？元に戻るくらいなら綺麗な歌のまま置いとくのが一番安全なんじゃない？それが一番危険がない方法。でも駒川さんなら何か重大なことを知ってるかもしれないよ。居場所を調べるなんて簡単です。私神の力が使えますから。神の力、確かに何のことを言っていたのか気になるね。でも駒川さんですよ。皆さんにも危害が及ぶかも。ここは閉ざされた世界だから、良くも悪くも逃げ場がない。仮に歌が暴れ出せば力ずくで止めるしかなくなる。その事態は避けた方がいいと思う。私も同じ意見。逃げ場がないこの場所でわざわざ危険人物を起こすようなことはしない方がいい。それはライムを助けるのは諦めてこの世界で生きていけばいい。そう言ってる？そうは言ってない。リーダー、あなたの意見は？私は、歌さんを知る人たちはみんな元の歪んだ歌さんに戻るのを恐れてる。確かにみんなの言っている歌さんや心トープで見た歌さんは危なそうな人だった。でも私は、ごめん、やっぱり記憶は取り戻すべきだと思う。ライムさんを犠牲にし続けるなんてできないよ。歌さんの記憶を取り戻して前に進まなきゃ。それに記憶って大切なものだと思うんだ。みんなの心トープを回ってさ、記憶の中にたくさんの思いが詰まってるのを見てきた。どれも大事な思いだった。忘れたままにしちゃいけないものばっかりだった。きっと歌さんにだってそういう思いがあって、それをなくして今とても苦しんでる。そんな歌さんに記憶を取り戻すななんて、私ずるい。そんな風に言われたら私何も言えないじゃない。記憶を取り戻すな。今の私にはそれがどんなにひどいことかわかるから。うん、そうだよね。どんな記憶も思いも勝手に奪うなんて許されない。そうだよね、お姉ちゃん。そうね、また間違えるところだった。確かに取り戻した記憶が私たちに味方するとは限らない。それでも私たちはちゃんと記憶を取り戻した歌と向き合わなければいけないのかもしれない。そうですね、悪いことをしたのは今の駒川さんではないですから。それは確かに。不安は拭えないかもしれないけど、歌さんの記憶を取り戻す。みんなそれでいいかな？うん、私もそれでいいと思う。レナさんもいいかな？わかった。いつまでもごたごた言ってても何も進まないもんね。ありがとう。暴れた時の対処法だけは後で話しておきましょう。これで話はまとまった。うん、行こう、記憶を取り戻しに。
失礼します。はあ、星崎さん、行きましょう。
ありがとう。お疲れ様でした。行きましょう。ですが、いや、でも、そうだな。ありがとう。どう？そうですね。そうだな。お疲れ様でした。早く行こう。
ほう？ちょっと！ごめん。いいね。よいしょっと。ふう。
何これ。目的地はと。私は何者なのか。場所だね。これ駄菓子屋？こんないかにもって駄菓子屋初めて見た。そんな珍しいかな。私たちの地元にはあったけど私たちも田舎の出ですから。ここが心トープ。どう？何か思い出せそう？やっと着いた。おばあちゃんの家楽しみだね。歌。ふざけるな。聞いてないわ。世界が壊れても人類は残るんじゃないの？苦しみに耐える断末魔ほど心地いいものはありません。へえ、殺さないなんて優しいんですね。ぐちゃぐちゃというか、こんな見え方をする記憶今までなかったよね。本当に大丈夫？もしもの時は力ずくで止めることになるかもしれない。その覚悟だけはしておこう。
何かに使えそう。Thank you.